く風に向かって駆け足してた。好きなんでしょうね、芝居が好きだっていうことですよ。死んだお父ちゃんがなんせショッキングピンクさえ着てたらご機嫌よかったの。真夜中のリクエストコーナー、今夜もこの時間がやってきたね。君たちのリクエストカードを読みながら、3曲ぐらい今日もかけていこう。というわけでね、もっぱらドタバタ喜劇っていうかね、体使ってやってましたからね。喜劇役者の勲章っていうのはこの絆勲章だよなんて言ってたぐらいだよ。稽古が好きですからね。どっちかっていうと人間を作り上げるときにまず掘ってからね、作るとね、そうすると面白いんですよね。まあ地方選がどちらか勝とうがどんなことは大したことはないんだよ。大したことはない。国がどうかなったらあんたどうにもなんだよ、このバカども。あんた本当かぶって舞台出るとお客さんの顔見るとね、よーしって思ってね、思いっきり笑わせてやろうって思ってね。どうもありがとう。今は殿下と美智子の幸福と健康を祈りたい気持ちでいっぱいでございます。退屈男窓を開ければ港が日本でね、やはり大きな力がある内需にを喚起していくことによってですね、日本の景気というのはある程度は維持ができると。だから私はそんなに悲観はしていないと。競争意識ということになりますと、それはもうあらゆるものに対して競争意識を持ってますから、日本にもこれだけいいウイスキーがですねできるんだということをですね、そいつを一つその胸を張ってプロパガンダしたいというわけなんですよ。